はい、皆さんこんにちは。柏崎岡病院の整形科の藤井です。今日はちょっと整形科からちょっとだけ離れた話になるんですけど、以前足の壊死の話、糖尿病性の、足の壊死の話をしました。まあとっても怖い病気やなというのはわかると思うんですけれども、じゃあそうならないためにはどうすればいいのっていう話、まあそれを今日はちょっと、まあ整形科は専門外になるかもしれないんですけれども、食事の話も合わせてしていきたいと思います。まず1点ですね、まあ、最初の走りがやっぱりちょっとした傷から起こることが多いので、そして足から起こることが多いんですね。手から起こるよりも足から起こることが多い。だから足の壊死が問題になるわけですけれども、怪我しない注意というのが必要です。いや、もちろん普通にしてたら怪我しないよって言われると思うんですけども、そうじゃなくて些細な怪我、やっぱり起こりやすいものとして一つはタコとかですね、靴が狭かったりしてタコとかができているところから壊死が起こる場合もありますし、ひどい場合になってくると、糖尿がひどい場合になってくると深爪、爪を切るときにちょっと深く切ってしまったところから血が出て、そこから壊死が起こる場合もあるんです。単に爪を切っているところから足を落とさなきゃいけなくなることもあるということです。同じようにですね、靴の中にちょっとしたちっちゃな石とかが入っててこうなんか引っかかるなと思ってても、糖尿病がひどいと感覚がないのでわからない。だからちょっとした石が靴の中に入っていることで傷をついて、そこから壊死が起こることもあります。だからまず靴の中に石とかそういうような異物が入っていないことを注意しましょう。ひどい場合は靴下の裏の出ているところですね、ちょっと縫い目のところ、そういうところが傷になることもありますので、靴下も洗濯するのは大事かなと思います。それからあとは爪ですね、爪も深く切らない、きれいに切るっていうことが大事になってきます。あとタコなども、ほったらかしにせずに柔らかくしていくことも必要になってくることがあると思います。そういったことに気をつけてやっていくっていうのはまず一般的な予防ですけれども、もう一つはその糖尿病が原因になっているとなるならば、じゃあ糖尿病どうすればいいのって話になるんですけども、これあくまでも整形科医のお話なんで、まあちょっとこうとんちんかなこともあるかもしれませんけれども、まあうちの内科の先生にまあ伺った話がほとんどですので、まああながち間違ってはない話だと思いますので聞いてください。まず食事、まあ血糖が悪いんだから炭水化物食べないようにしようって言われるんですけれども、まあいわゆるそのご飯がダメなんじゃないんですね。炭水化物がダメなんじゃなくてオーバーカロリーがダメなんです。なぜならば脂肪も最終的には炭水化物にも変わるわけです。で、一番、気をつけなきゃいけないのは、その同じグラム数で考えるならば、炭水化物が 1g4 キロカロリーで、脂肪が9キロカロリーだから、同じ量の脂肪と同じ量の炭水化物で考えるとカロリーは炭水化物の2倍以上あるということですね。ですからまず第一に脂肪分を減らすということが大事になってきます。体の中で脂肪を作りますから、脂肪を減らしたところで油が足らないということはありません。で、実は炭水化物そのものっていうのはやっぱりエネルギー源になります。だから炭水化物を減らすというよりも、そういったいわゆる、油の多いようなものを減らすようにするのが大事になってきます。実際人間っていうのは今までその生物学的に、飢餓と戦ってきたんですね。お腹空くことと戦ってきました。だから体の中に出てくるホルモンっていうので、血糖を上げるホルモンってたくさんあります。例えばグルカゴンとか、アドレナリンとかコルチゾールとか、そういうようなホルモンの中は血糖を上げます。なぜならばお腹空いた、生きていけない、だからなんとかエネルギーを体から取り出そうということでする。結局生き残るために食べる。でも食べるものがいつもいっぱいあるわけじゃない。だから血糖を上げるホルモンはいっぱいあるけど、逆に血糖を下げるホルモンってインスリンだけなんですね。ですから今この過食の状態、いわゆる日本では餓死することっていうのは少ない状態、まあ、ほとんどの人がそういうことに遭遇することはない状態で、やはりインスリンを、たくさん出さなきゃいけない状態、つまり過食で、もうちょっと血糖下げましょうよっていうふうなホルモン、もう一種類しかないホルモンが、働きすぎるっていうアンバランスさがやっぱり問題になってくるんです。ですからとにかく、インスリンが出ないような生活するのが大事です。通常内科の先生のところ行ってもインスリンって測りません。実際保険もなかなか通らないのでインスリン測らないんですけども、一度も測ったことない場合はどれぐらいインスリンが出てるかっていうのを調べるのも大事かもしれません。インスリンがたくさん出てて血糖がなんとか抑えられて普通に糖尿の数値が出ないという場合もありますので、やっぱりインスリンも大事だと思います。それとですね、我々日本人なんです。日本人っていうのはもうずっと日本食食べてきたんですね。で、西洋の食事になってから糖尿病が増えました。ということはやはり西洋の食事と日本の食事の違いを比べるべきなんですね。何が違うかと言いますと、例えば日本の食事で、何がありますか。まず、焼き魚ですよね、お漬物ですよね、味噌汁ですよね、それからご飯ですよね、かやくご飯、
それから何あります、おはぎもそうですよね。それからあとお蕎麦とかうどんとかいっぱいありますよね。で西洋の何があるでしょうか。西洋のご飯っていうのはハンバーグ、スパゲッティ、ビフテキ、とんかつ、コロッケ、それからアイスクリーム、それからケーキ。何が違うかって言ったら、これあの日本のやつってひらがななんですよ。で西洋のやつっていうのはカタカナ、つまりカタカナの食事を食べるときには一旦ちょっと間を置いてこれ食べてええんかな、あの糖尿のある方は特にそういうふうに考えて、あの日本食にしていてください。大体日本食があった、大体昔江戸時代に糖尿病でこんだけ多くなかったんですよね。だから西洋食に変えてから日本人は糖尿病増えておりますので、まず基本は日本食を食べるという考え方で、つまりカタカナの食べ物を食べないようにするっていうのも一つのポイントになるかなと思います。まあ、最後になるんですけども、実はあの僕の患者さん、昔見てた患者さんですけども、その方も深爪してから足があの腫れてきたということで来られました。もう指は 2,3 本壊死を起こしてました。でもう何回も手術をして、なんとか、ま、とあの内科の先生も頑張ってくれて糖尿コントロールできましたが、それまでにやはり足何回か手術したことによって指はほとんど1本か2本だけ残して全部なくなりました。同時に網膜症も起こって目が見えなかったんですね。で同時に腎臓も悪くなってきて透析もしなきゃいけない状況になった患者さんがいらっしゃいました。まだそんなに年取ってなかった、当時50前後だったと思います。でその方があの病院の窓から外を見てたんで、あれちょっと目も見えるのかなと思って声かけたんですね。あ外見えますかって声かけたら、いや全く見えない、光感じるだけって言われて、あやばい質問したなと思ったんですけども、その時にその患者さんが言ったことは非常にあの僕の中ではあの印象に残ってるんですけども、こんなことなると思わなかったって。だからこんなことなると思わない、思う前にあのならない予防っていうのがすごい大事になると思います。だから我々が足を切ることがないように皆さん糖尿を気をつけてください。本日はこれまで。